どうもこんにちは、ヤスです。今回はロットングラフィティベストアルバム発売おめでとうございますということで、アマゾンからベストアルバムが届いたので開封していきたいと思います。アマゾン限定のデカジャケットですね。デカジャケットですと3枚組のベストアルバム。ディスク1はファンズベスト、ファン投票で選ばれた10曲。ディスク2がロットンのメンバースタッフが選んだアルバムですけど、ディスク2はディスク1に入らなかった大事な曲を集めたアルバムですけど、1枚のアルバムになってるというか、流れが本当良くて、ベストアルバムなんだけど、聴きやすいというか、一枚のアルバムになってる印象ですね。特に好きなのは、4-5-6 の流れ。最後のハレルヤで締めるという、最高の完璧のアルバムになってますね。この2枚のアルバム聴いとけばもう本当に楽しめる、ロットのライブが楽しめるベストアルバムになってます。構成とかが、まあ、入ってないんですけど、まあ、このアルバム以外のおすすめ曲は、僕の他のチャンネルでロットンの安ベスト10っていうのをやってるので、まあ、そちらよかったらご覧ください。本当ロットンのおかげで人生めちゃくちゃ楽しくなってるので、まあ、これからもウイルスの方収まったらライブいっぱい行きたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。